3月26日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。餃子が食べたい。 いや忖度なさすぎですよその <laughs> いきなりなんですかいやだって今一番気になることを言えって言うから餃子,、うん、餃子今日晩御飯何にしようかなとああ<ー>私あのこの番組時間中ですねはい、えー、日本の行くせとか世界がどうなるかとかそういうことでまあ基本的に頭の大半はいっぱいなんでございますね、えー、<laughs> あまあね、まあ、脳みそが全体を重としましょうか、えー、大体こう日本がどうなるかとか、えーえー、若い人がこれからどうやって幸せに暮らしていけるかとか<ー>、えー、世界平和はどうなるかとか。 みたいなところで99%ぐらいは占められているのでございますが、えー、残りの1%ぐらいはですね今日の晩飯何こうとこう思っているのでございますよく考えてますよねそれ放送中にねもうね何の口にすることか今夜何食べようかな、ね、今日オンエア直前にですねひらめいたんですんで餃子が食べたいと <laughs> ただ餃子というやつが難物でですねどこまで自分で作るか作るか問題というのが ね、本当に凝り出したら、うん、餃子の皮まで自分で作らなきゃいけませんから。餃子の皮までね。餃子の皮まで自分で作るとなると、うん、これは、尋常な手間じゃないですよ。いや、まあちょっとね、時間もかかるし、手間もかかるし。餃子の中身だけならなんとかですね、はい,はい、いろいろ工夫の仕様があって、うん、一番手抜きするにはですね、ベースを、このラジオリビングで、たまにあの、 えー、ハンバーグの冷凍の何十枚とかっていうセットあるじゃないですか。最近あんまないですね。あれが便利でね。<laughs> あれ、あの、ハンバーガー。だから普通に焼いたらハンバーグ、はいはい、ハンバーガーなんですけども、うん、あれをあの、冷蔵室に移してかい、ゆっくり解凍すると。 ただの味のついたひき肉状態になりますからあれにまあ料理によってちょっとずつ工夫をしてですね、うん、まあ好みによってニラを足すとか。 えネギ刻むだからそのまんまでもあ,<ー>あの椎茸とかピーマンの肉詰めとかにこう詰めて、うんうん、ピーマンの肉詰めなんてむっちゃ簡単ですからねそうで、ね、あ中の,あの具考えるのか難しいですけどラジオリビングの,あの冷凍のハンバーグはい、はい、ハンバーガーそうあれ解凍して詰めちゃえばそれで終わりだったりなんかするす,<ー>すごく簡単なんですよ、はいうん、だからまあ餃子の具の方は簡単なんですが 皮まで作ると大変だなと<や>まあ皮は自分で買ってくるとして、うん、で、中をこう、周りこう、キュッチュッチュッキ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 ュッとひだにするじゃないですか。はい、あれちょっと楽しいですけどね、ひだ作ってしめるのねあ。それを楽しいと感じられる人はいいですよね。<ー>で今日、どこまで自分ですべきかというのを考えながら、餃子は食べたいと。餃子は食べたいと。はい、私の好みで言うと、できれば、ニラは効いててほしいと。ああ<ー>、うん、なるほど。 であれいっぺんにらってやつを買ってくるとあと困るんですよ残りいっぱい残るから <laughs> いつもそんなようなこと言います <laughs> ねまあでもね残ったにらはねこの間あの別の料理にやっぱりにらちょっとだけ使って大量のにらが余ったんで <laughs> 腕組みしてこのにらはどうやって食ったものかと思ったらにら <laughs>、うん、玉とかにすると一瞬ですねあれはあそうですねあのしなっとしますからねこう炒めちゃうとね 私は今日は餃子に決決めまました早くっいということで、えー、番組に集中しようと思ったんですけども、はい、本番直前に、うん「うん 大変、あの、申し訳ないですよ。聞いてらっしゃる方には大変申し訳ないのは、もう100も生じ200も合点なんでございますが、何でしょうかいつもに比べてですね、うん、ちょっとな、人生考える時間ができてしまいまして。えー、何かというとですね、オンエア直前に、はい、まあ前々から知ってはいたんですけども、 ナイツさんではないということに気がついたわけですよ。<laughs> そうです、今日はねえ。ナイツさんじゃなくて日替わりでいろんな方がいらっしゃいますから、はい、それはそれで番組としては楽しいのかもしれませんが、はい、私としてはですね、なんで今週ナイツさん休んだんだよ、はい、こんな時期にい<や>とこ。これは春休みですから。はあ 子供じゃあるメッ <laughs> いや志望さんだって何とか休みとか何とか休みとか一年か私はもうねいいんです。私は老後ですから。私は基本的に現役世代ではありませんので、<laughs> はい、ね私のことはほっといてくださいよ。何その休みだということに気がついてですね。<laughs> はい、なぜやる気がなくなったかというと、私先週末結構今バタバタして時間がないんですけども。 でもその時間がない中で苦労、いやいや苦労はしてないな。時間の工夫をいたしまして、2時間ぐらいこじ開げたんですね。<う>で、2時間ぐらいこじ開げて、その2時間で何をしたかというと、うん、先々週にですね、この番組のプロデューサーから、えー、DVD が1枚回ってきたんで、<あ>その DVD がだいたい1時間半ぐらいの尺長さのものなので、2>, はい、2時間間開ければなんとかなるなと思って、2>, うん、2時間の時間を作って、 その DVD を見たのでございますよ。あ,あれですね。はい、それです。はい、えっとですね、手元にはプレスシートと言われる、えー、映画の、まあ、A4 番ぐらいの一枚もののですねこう、ナイツさんの花輪さんが、えー、上を向いてる写真がありますが、はい、後ろにこう、はい、ステージがあって、その向こうが知りませんでしたね。知ってました<ん>浅草東洋館っていうのは、はい 靴で上がっちゃいけないんですよステージに。そうそうそうあのご出演される靴下で上がるんですな全員。そうなんです。そということはかかとでさ身長足してるような人どうするの？ダメですねバレちゃいます。関西のあの人無理じゃねえか。まあいいです。それも関西の人はもうそう言っただけでだいたいあの想像がつく方ですから。どうすんだろうね。靴下の中に仕込むかかとみたいなやつがあるのかな。知ってます。私ねある時知ったんですよ。あのねあのもうだいぶ前にこの番組で。 だいぶ前にこの番組で「はい,はい、いやもう太平洋横断から帰ってきたら残る人生は和服で暮らす」というふうに宣言をして、はい、で反応の柿沼呉服店というのが閉店セールをやるもんだからその閉店セールの放出品の着物を大量に買ってきてですねまあ高価かどうかともかくとしてまあ反応の柿沼呉服店の閉店セール <laughs> ところがですね完全閉店しなかったんですね彼はももとと伝統がある反応の柿沼 五福店の何代目かなんですけれども、はいはい、先祖代々から受け継いだところにアパートを建てたんですね。で、アパートの一角に柿沼五福店を復活させたんです。あ、なるほどじゃ残ってる、ね。どうやらあの息子さん等々にですね、親父さ、全部やめちゃうと。 ボケるかな <laughs> ちょっとでもやってた方がいいよって言われたらしくて柿沼呉服店はだからまあ新しく建ったアパートの一角にサイズはだいぶ小さくなりましたけどもあるんですねでそこで着物の販売を始めたんで全部が全部安値で売り飛ばすということにならなかったんですよ。は <laughs> はい、はい まあそんなこともありまして、私も中途半端な量の着物しか手に入らなかったので、この後一生着物で行くというほどの点数はないと。はい、だからまあ、たまには着物もいいかもしんないけどと思いながら、まあ、時々でも着物を和風和装をしてるわけですが、えー、気がついたんですね。すそれで。旅ありますね。はい、旅で 旅の中に仕込む、かかとみたいなやつが、これも相当昔から存在するみたいですね、はい、伝統的に。あるんですかあるんですよえ何のためにいや、だから身長かさ上げするんですょえーえー、そうなんですかはいなあ私も知りませんでしたけども、いや、知ってびっくりしました。えー、あ、そんなのが、そんな製品があるんだ旅の中に仕込むですね、はいまあ、かかと、ま、まさにかかとですね。だか外から見ると、 わかんないさ、普通の中時期な。なんか特にですね、裾が長いですから、<ー>もうあの床ギリギリまで裾がありますから。え見えないですよ、ね。そうまあ旅でそれで身長かさ上げするとわかあ出ましたね。ああ<ー>シークレット専用旅単品本当だ。<laughs> いや、私が知ってるやつはそれじゃないです。それはね、今インターネットで、え、校生さんからのナビくん君が出してくれたやつは、ね、えー、まさにあの、靴の中敷きみたいなものなんですが、えーえー、そうじゃなくて、もっと伝統的に日本古来のものがあるらしいです。かかえー、あるらしいんですよ。えーうん、だからまあ、あの、東洋館のように、えー、セッタもダメ、下駄もダメと、靴もダメと、うん、とにかく靴下で上がりなさいと。はい、で、裸足もダメらしいですね、どうやら。 <あ>裸足だとだから、あのー、これからご紹介するその、えー、花輪さんがお作りになった東洋館のドキュメントによりますとですね出番はあるんだけれども、はいえー、靴下忘れてきたっていう人が中にはいいるらしいですよ <laughs> 靴下忘れてきた人は,はい、はい、あの浅草の界隈の衣料品店に行って靴下だ,だけ買ってくるっていう、うん、そんな話が中で登場するぐらい、うん、あ靴下履いてないとダメなんだなとか。うん これ面白かったんですよ,、はい、よで映画のタイトルがですね「はい、漫才協会ザムービー舞台の上の懲りない面々という、うん、これ映画で、はい、面白かったんです。うん、何が面白いかってねまあもちろんこれに出てくるさまざ、あ、まな芸人さんの これあの冒頭でもう出てきますからネタバレにならないんで、ね、ならないと思いますからもう、はいえー、ごめんなさいねあの本当はこれ見てからああそうなんだと、えー、気づいてほしい話なんですが<お>色物っていう言葉の解説が冒頭出てくるじゃないですか。えー、基本的に寄せ園芸の世界ではあの出演者の大きな木の札で、はい、落語家さんは関東の場合全部黒で字を書くけれども落語家以外の、うん まあ紙切りであ,、はい、あるとか漫才であるとかそういうものに関して言うと赤い字で色がついてる。えー、木札が上がると。うん、で、だから漫才、いや、落語以外の芸は全部ひとまとめにして色物と言うんだっていう話がか,、ね、まあかなり冒頭のところで出てきますがうん、うん、その色物ばっかりを集めた、まあ、浅草の東洋館というところのドキュメントなんですけど、えーえー、出てくる人たちがまあ魅力的でですね中には あの、酔っ払って電車の線路に落ちて、あの、片腕を失って、片腕を失った人は、もともとその三味線引く人で、右手はバチを握る手なんだけど、それ完全に腕を失ったんだけども、それでも舞台に立ち続けるというようなことを目指すと、まあ一人一人出てくる人は魅力的なんだけども、私は見終わった後の感想で言うとですね、当時、この映画に登場する人じゃない日本国、いや世界のいろんな人がですね、うん、 まあ、いや、あの、東洋館ってそれの縮図みたいなもんで、いや、世界の中にはおそらく、うん、ここのドキュメンタリーでもスポットライトが当たらないような、普通の生活をしてらっしゃる方が、うん、もうもう本当にたくさんいて、それで世の中が泣いたってるんだというようなことに、思いを馳せて大変感動したので、うん、この話をするにはですね、うん、ナイツさんの番組を受けてやろうと思ってたんですよ。<laughs> まあ確かね、ご本人たちのね、いね今日てくる。 漫才協会座ムービーでこれを冒頭でお話をしてナイツさんの、うんまあ、要するに私に対する点数を上げようと思って <laughs> <laughs> おいで腕ぐるぐる回してきたらえっ、ー、え,ー、え,え餃子が食べたい。<laughs> <laughs> そうだったのは必然でしょう、まあ、でもこれほら <laughs> 本人たちの知らないところで言うところがかっこいいっていうのもありますいやいや別に格好悪くてもいいんです別に <laughs> 関係者の皆さんナイツさんに一応あの親で触れたとど,どんどんか伝えといてください <laughs>、ねはい、お願いしますはい、はい、オープニングで喋ったということをね本当 <laughs> かっこいいきちゃったよ <laughs> <laughs> ぜひね漫才協会ザムービーねご覧になってくださいまだ見てらっしゃらない方ね、はい、はい。さあズームそこまで言うか この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしていきます。で4時台はモスクワ銃撃事件で137人死亡プーチン政権のテロへの対応と外交戦略の行方はというニュースにズームしていきます。ロシアの外交安全保障戦略が専門の笹川平和財団主任研究員のアビルタイス介さんスタジオ生出演です。 で5時台は金与正氏首脳会談に対し拉致問題の情報を迫るというニュースを取り上げますさあ番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますそして番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ1曲を送りいたしますが今日のお題は今日の晩御飯は、ま、餃子にしようと思った時に聞きたい曲今日の晩御飯は 餃子にしようと思ったときに聞きたい曲。餃子の歌。餃子の曲そうないっしょ。ないですね。これはちょっとあの発想の転換。蜘蛛の曲だったら結構ありそうな気がしますけどね。はいはいはい,はい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 。 餃子の曲はあんまりないんじゃないかな。餃子ね、わかんない、うん、ちょっと考えて、はい、みてください。おいで選曲の理由も書きましてメールで送ってくださる方は、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。それから X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。 さあ続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて16円9銭安い4万398円3000で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて3.16ポイント高い2780.80円で取引を終えました 円相場は1ドル151円40銭付近で取引されています東京市場の円相場は20銭ほどのレンジで方向感なく推移しました早朝に鈴木,大鈴木財務大臣による円安建制発言がありましたが相場への影響は特に見受けられませんでした 海外市場ではアメリカの2月の耐久剤受注や3月の消費者信頼感指数が発表されます。これらの結果を受けてドル相場に反応があるかがポイントになるでしょう。ただ、週末に欧米のイースター休暇入りが控えており、方向感の出にくい値動きが続きそうです。以上、ガイタビコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですロシアのプーチン大統領は昨日モスクワ郊外のコンサートホールで22日に起きた銃乱射テロを受けて治安当局との対策会議を開きましたプーチン氏はイスラム過激派の犯行と指摘した上で ウクライナの関与が疑われるとの見方を改めて示しましたドジャースの大谷翔平選手は今日、元通訳の水原一平氏の違法賭博問題について初めて報道陣に対応し自らの賭博関与を明確に否定しました自身の口座から違法賭博の胴元へ送金されたことについて水原氏が口座から盗んでみんなに嘘をついたと語りました 小林製薬は、今日健康被害が疑われる紅麹をおよそ3年間継続して接種したとみられる一人が死亡していたと発表しました。現在、製品接種との因果関係を調べています。相談窓口には、今日午前の時点で入院したという情報が新たにおよそ50件寄せられているということです。自民党の政治資金問題をめぐり、 二階元幹事長が次の衆議院選挙に立候補しない意向を表明したことについて岸田総理大臣は自民党の再起を強く促す判断で重く受け止めたと述べました一方茂木幹事長は二階氏が今後党の処分対象に含まれるかどうかについて明言を避けました政府はきょうイギリスイタリアと共同開発する 次期戦闘機の第三国への輸出を解禁する方針を閣議決定しましたこれに基づき国家安全保障会議で防衛装備移転三原則の運用指針を改定し要件を定めました三越伊勢丹ホールディングスは昨日中国上海市内にある百貨店を6月末で閉鎖すると明らかにしました中国ではインターネット通販の拡大に加え 景気低迷も響いて近年は百貨店の閉鎖が相次いでいます神戸大学のバトミントンサークルの学生らが富山県の旅館で天井や障子を壊すなど不適切な行為をした問題を受け大学幹部らが昨日記者会見し謝罪しました学生の処分が決まるまでサークルを活動停止にするとしていますゴミの集積所を荒らすカラスに対し 東京都足立区が実施した対策が大きな成果を上げていると、今日、読売新聞が報じました。鳴き声を分析し、カラスが嫌がるカラス語を利用して追い払うという前代未聞の対策で、カラスが姿を見せなくなったということです。バカ野郎ええ <laughs> と言った三階さん。三さんね。んもっとなんか異性よく言ってるのかと思ったら、 バカ野郎 <laughs> あ,の、うん、あの自信のないバカ野郎はなんだろうねどういう現れなんですかねバカ野郎、えー、80倍85歳うんぶっちゃけあのおそらくですよ次の選挙には花から出るつもりがなかったと思いますよ<ー>で今言われてんのがだから安倍派をはじめとする幹部の人たちの処分をどうするか問題で、はい、昨日の,あの記者会見でよくわかったのは処分の方向性が まあおそらく、党員資格停止か、次の選挙における公認しないっていう、この2つ、どっちも同じ意味ですけどね、それをされる前に、これ、次の選挙出ませんって言ったら、公認停止意味がなくなるわけですよ。だから、岸田に処分はされたくない。 ってた<ー>だ処分の方向性が別の方向性ならば違う対応だったと思いますけどもえ次の選挙で公認しないという方向性がだいぶ見えてきたのでだったら出ないっていうはもうそれで処分なしですから,、えー、からまあ多分今言われているのは。 えー、安倍派のまあ幹部いわゆるその安倍派の幹部として、えー、最終的にキックバックをいっぺんやめようって話になってたのが継続になったということの責任を,をまあ取ってもらってというか取らしてというかで出る処分というのがおそらく次の選挙における公認しないというそのあたりが落としどころなんだろうなということが昨日のこの「バカ野郎」記者会見でよーく見えてきたなと。 思いますが、はい、でとにかく二階さんがここまで現役を引っ張ってきた理由はいろいろありますがもちろん自分がやりたかったということも当然あるんだと思いますけれども、えー、あそこはやっぱりあの世耕さんが参議院議員から虎視眈々と衆議院への蔵替えをこう狙ってきてるタイミングですよ。<laughs> だそれで変なタイミングで自分が辞めると、えー、で、特に今、次の選挙から、あの、昨日詳しくお話ししたように、ええ、和歌山選挙区が3つから2つになりますから、そう,ね、そうすると次の選挙のタイミングで、世光さんが衆議院に倶替えしてきたときに、自分の例えば息子たちみたいなものを後継者に立てようと思ったときに、ガチンコの戦いになると。それで、まあ、 勝てりゃいいんだけど勝てるかどうかはやってみないと選挙なんて分かんないという状況の中で、はい、今世耕さんも次の選挙では公認されないというような処分をされるこの処分されたタイミングで参議院から衆議院のく替えはなかなか難しいかろうとそうするとこのタイミングで自分が身を引いてしまえばはい、はい、まあゆえやは自分の息子たち、えー、だけどそこで自分の息子たちみたいなものを指名すると世襲だって批判になりますから、えーえー、次の選挙の後継者については地元の後援者が 決めますってだけど、最終的にこの二階さん本人に話を通さずに誰かが決められる。<laughs> その土壌ではないわけですよ。はい、あ、お、ま、前、あ、だ。あの手85歳でまあ、ボケてんじゃね。みたいな風に見る向きもあったんだけれども、昨日の判断を見る限り。 ものすごく細かくいろんな戦略を85歳の脳みそフル回転して描いているなということはよくわかりました馬鹿カ野郎 <laughs> 以上ズームフラッシュでした以上かい3月26日火曜日時刻は午後4時4分になったところです東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています さあ、辛坊さん、今日はね、餃子のご意見をいただいております。ありがとうございます。足立区の27歳男性、ボムボムブリンさんですね。へへ最近餃子にはまっていて、自分で作って食べています。素晴らしい。しかしながら、餃子の餡は少し変わり種です。 ボディメイクをしているので脂肪分が少ない鶏胸肉を自分で包丁を使ってひき肉っぽいようにして鶏胸肉ですか鶏胸肉はね油が少なくてね,そ,うですねその上値段も比較的リーズナブルですから <laughs> お料理するときには味方ですね。また餃子の皮も自分で作っています。マラマッタ素晴らしい。皮が少し厚く作れるので、市販のものよりもっちりとした食感で作ることができてとても美味しいです。餃子の皮は材料費も安くできるので、ぜひ。あ、これは辛坊さんにもおすすめじゃないですか。いろんなもの手ごろな感じでできます。問題は。 めんどくせえといううやつです、ねまあ、そうですすね <laughs> ねそ人のために作るんだったら、うん、例えば家族のためとか誰かに食べさすとかっていうんだったら<ー>結構頑張って手間かけようかなと思うんですけど一人で食べるとなるとやっぱりね,確かにね餃子の皮から一から作ったらどんだけ面倒くさいことになるんだとさっきの話じゃありませんけどにら玉なんか一瞬ですからね。<laughs> ニラパンパンと刻んで,で、ええ、なんかフライパンの中バーンとあのごま油からかしいて塩コショウしてガッと炒めて卵をゴンと入れたらもう出来上がりですから <laughs>、ね、そう考えると餃子の皮から作るとなると誰かに食べさすあるいはそのお客さん呼んで俺が作ってんだよって、うん、自慢できるっていうね、えー、そうだから「すごいっすね」とか「すごいっすね」の一言も言ってもらえるんだったらでもほら辛坊さんは X にそのね写真あげてるじゃないですかたくさんの方がわかってくれるわけでもない <laughs> <し>そうですか、えー。ありがとうございます。うね、もう冷凍で十分ですね。 まあ冷凍もね美味しいものたくさんありますのでね、うん。最近冷凍進化してますからね。そうそう,そうそうそう。びっくりしますよね。えこれ冷凍っていうのありますからね。まあちょっとこれから考えますね <laughs>。あのー、今日も雨も降ってますから帰りにスーパーに寄って帰った時の気分次第ですね。どこまで自分でやるか。かもうできる主婦みたいですね。<laughs> で即座にね冷蔵庫の中身と照らし合わせてね<あ>お買い物して、ね。それはやりますよ。だからうち冷蔵庫で物が腐ったり絶対しないですから。<laughs> はい、そこが大阪の家と違いましてね大阪の家はねなんか同じものをやたら買ってきて <laughs> 穴掘って埋めちゃうんですよ。い,やい,やい,い,いいではないのですからどういうつもりいつもいつも。さあまだまだご意見お待ちしておりますんでメールで送ってくださる方は <laughs> zoom.1242.com で参加される方 ハッシュタグ漢字でしんぼうじろう、カタカナでズーム、ハッシュタグしんぼうじろうズームでお寄せくださいなんで今、増山さんがちらちら笑いながらしゃべってるかというと、私のボールペンの上の部分が取れて、ですね <laughs> <わ>え今、スタジオの中で大捜索作戦が展開されておりまして、れてこれ、後ろがなくなっても別に困らないんですけどね、シャープペンシルだったら、ここにあの消しゴムとかついてますから、えー、なくなると困るんですが、まあ、ボールペンの場合、この上のノック部分のキャップがなくなっても、どうっちうことないんですが。えー、でも、探すと見つからないんですよね、そういうものね。えー ご報告でしたす一応なんで増山さんが笑いかけたかというご説明です <laughs> ま,まずは番組に集中してください <laughs>、はい、本当ですよはいよろしくお願いいたします <laughs> 日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですモスクワ銃撃事件で137人死亡プーチン政権のテロへの対応と外交戦略の行方は 先週22日、ロシアの首都モスクワのコンサートホールで、複数の人物が銃を乱射したテロ事件が発生しました。ロシアの連邦総裁委員会は、これまでに137人が死亡したと発表、182人が病院に運ばれ手当を受けているとしています。容疑者として拘束した11人のうち、実行犯とされる4人についてはテロに関与した罪で起訴しました。 さあ今日はこのニュースにつきましてロシアの外交安全保障戦略がご専門の笹川平和財団主任研究員のアビルタイさんに伺いますどうぞよろしくお願いいたしますアビル先生、はいえー、手元のあの資料を見ますと、はい、モスクワ国立国際関係大学の修士課程終了、はい、ということなんですがさすがに最近はモスクワロシアには行けてない感じですかえっとですね、実は去年4回 モスクワに行ってま去年 1>,、はい、1回はソチからモスクワに行ってソチではあのプーチン大統領とですね質疑応答をやってきましたよええー。ソチってあのオリンピック開かれた、えーまあ、どっちかというと南部の保養所みたいなイメージのところですねえっと、えー、ななんつったらいいのかなちょっとあの言葉にするのは難しいんですけれども結構あの、うん 男女がアバンチュールを楽しむような場所として有名ですよね。<laughs> まああのー、日本でいうとですね、伊豆のような感じですね。そんな感じ。<ー>でもね、東京オリンピックやるぐらいだから、寒いは寒いんですけどねそうなんですよね、海と山と両方あるんですよね。ああ山の上でね、東京オリンピックが、そうそうソチオリンピックが開かれたところなんですが、うん、ここはあのどっちかというと、ロシアの中では南部の保養所っていうようなイメージのところですよね、いいとこですよねいいとこですね。 えー、もしかするとプーチンさんの別荘が近くにあるんじゃないかみたいなありますか？あるありますあるんですか？あります。すます本当にあるんですか？あります。あの自然公園の山になっててですね、ええ、道そこは道が二つしか通ってないんですよ。はい。一つの道はあのガスプロムというですね。 あの、いわゆるその、オリガルヒーじゃない、要するに、ロシアの、要するにまあ、師匠、金持ちの人そうですね。ガス、要するに、ガスの会社の持ってるホテルがあるんですで、もう一つの道は、プーチン大統領の別荘に。そのめにしかない道なんですそうなんです、そうなんです。あちゃーえらいことになってますね。そうですか。去年、しかしそんなに頻繁にロシアに出入りするとですよ。 ウクライナから資格を送らられたりしないんですかかウクライナから今のところ、資格は送られてきてないですけども、ただ、ある会議に出て、ウクライナ、日本のです、ね、ウクライナ大使から、アビルがこんなに出ているというツイートはされましたね、はあ、どうですか、日本政府から今、ロシアに出入りすることには何かあるんですか日本本政府は基本的にあの特に特 行かないでくださいっていうこともないですし、ええ、まあむしろ、まあ、私がこの間プーチン大統領で会ったときは今、日露関係が非常にこう、ええ、悪化しなおかつ対話の機会もほとんどおこないっていう状況なわけですよね。もちろん政府間でもなかなか今、対話をする機会もないですしただ、やはり何らかの言っても隣国ですので少なくとも専門家 その間ではやっぱりそれなりの対話をやって一応関係性は維持しておくべきだっていうそういう提案を実はプーチン大統領にしてまああのプーチン大統領からも賛同を得たというそっちでプ、ね、ーチンさんにお会いになった時って物理的なプーチンさんと、ね、の距離感って何メーターぐらいメートルぐらいぐらいぐらいいいいだったと思いますねいそれ間違いなく本人ですか なんか影武者いっぱいいるみたいな話があるじゃないですか。<laughs> まあでもこればっかりはなんとでね。<laughs> あだあ <laughs> で、で影武者が。あれ、あの人が影武者じゃないとしたらですよ。はいはい、非常に元気でしたね。 あ <laughs> なるほど、えー、で、モスクワ、まあ、いわ去年行かれたということは、はい、ウクライナとの戦争中じゃないですか。そうですね。戦時下ですよね。そうですね戦時下のモスクワってどんな雰囲気なんですかそうですね。実は、ちょうどですね、あのドローン攻撃。 が、何度かあ。あったあった。クレムリンの時、ね、もうありましたし、はいはい、そのビジネス街にもですね、ええ、何度か、そのドローン攻撃あったのが大体5月、6月ぐらい。はい、で、で、6月に1回行って、その後8月に1回行って,、えー、っ,てって感じで、10月、12月で行ったんですけども、はい、おドローン攻撃あった当時は若干こうザワザワ。 する感じはありましたけどもただ知り合いのジャーナリストとかと話をしてもあれぐらいであればロシア人はまあこれ90年代の末にですねそれこそチェチェンのですねまあ今回のテロ事件のあれですけどもチェチェンの過激化が ビルをですね爆破したりとかですね、<ー>そういうことがあったので、あれぐらいのことだと、あんまりあのインパクトはないだろうっていう。<ー>で、実際その後、まあ、おそらくアメリカが相当、<い>そのウクライナ側に、やっぱり自制をあの求めたんだと思うんですけども、はいはい、その後、いわゆるモスクワへのドローン攻撃ってのはなくなりましたよね。 今、ね、あの石油施設とかね、ああいうところにドローン攻撃ってやってますけども。えー、<の>となると、モスクワの一般市民の生活は、はい、とても戦時下とは思えないような感じですか全く戦時下を感じるどころか、私、19年からあ、17年から19年まで、まあ、モスクワ住んでたんですけども、はい、あの当時とほとんど変わらず、レストランも若者でいっぱいですし。えーえー ほとんど変わらないなん、ね、多分西側でほらあのいろんな有名ブランドが引き上げたりとかって経済制裁してますよね、その影響って出てる感じはない有名ブランドはないけども、ええ、そこにいろんなロシアの,、ね、あのブランドが入ったりして、まあ、ですからロシアの人が有名ブランドを,をか、ね、ロシアで買うっていうことを我慢しさえすれば別に日常生活には大きなあれはないということですよね。ええうん そんな中で起きた今回の、えーまあ、イスラム国がやったというふうに思われている大規模テロですね、130何人の方が亡くなられた、これはどういうふうに受け止められてるんですか、ね、そうでしょ、ね、辛坊さんはき、ね、のう、なんですか。 いわゆるロシア側の自作の可能性を指摘されたというふうに伺ったんですけども、指摘したというほどじゃないんですけど、一つの可能性としては、あるんだと思うんですね、ええ、それは。ただし、私はやはり、はいえー、あまりにもです、ね、そ自作でやってしまうと、国内の <laughs> インパクトが大きすぎる。 政権にとって、リスクが大きすぎるので、ちょっとだから自作っていうのは、そう考えると、論理的にはあり得るんですけども、ちょっとだからリスク大きいので。まあ私もそう思いますが見逃し説はどうなんですか。ですから、見逃し説も含めて、はい。見逃し説も含めて、それちょっとね、見逃し説の前提になる、アメリカが警告したって話がありますよね。あれ、ですかね、本当ですかね。あれはだから、実際に、 3月の7日に、はいあのー、いわゆるアメリカのウェブサイトで、ええ、大使館のウェブサイトで警告を発するようなあれを出しているし、はい、その後もドイツであるとかイギリスであるとか、ええ、西側諸国の、あのー、大使館もです、ね、相次いで似たような警告を出しているんですね。ええ、ただし実はその直後にです、ね、イススラム国がいやモスクワ からちょっと離れたカルガっていうです、ね、州のシナゴーグ、いわゆるユダヤ教のですねシナゴーグでテロをやろうとして、それを捉えてるんですよね。なるほど<ー>ということは、それで終わったというふうに、各方面が判断した可能性はあると思いますよね。あ<ー>ただしあの、アメリカの大使館の,あの警告は、やはりコンサート会場などでっていうのが入ってるんですよね。 と考えると、まあ、ですからそういう意味ではタイミングは別として警告の中身は実は今回のあれの方がより当たっているっていうことで、ね、なるどどうなんですかね、あのまあ、アメリカは CIA、世界最大の諜報機関と言われますがロシアだって旧 KGB、はい、今の FSB ですか世界最大規模の諜報機関、うんうん、そういうところでもわからなかった。 っていうことなんですかね。これですね。やはり今回のこの事件はですね、やはりプーチン大統領があまりにもウクライナの問題に非常に何ですかね、執着する。だから固執しているがために、すべ、えーえー、てがウクライナ、そしてその後ろにいるアメリカの仕業,仕業であるというですね、はい、こういうその視点ですべてがこう、 解釈されそれ,がそれがね、例えばゼレンスキーが言うように、はい、今ある種の妄想に取り憑かれた発言だ、うん、ということなのか、うん、そういう可能性が実際にあるのかあの私はあのー、ウクライナの関与っていうのは、私は今回なかったと思いますね、えー、ただしで、プーチン大統領の、そのなんですかね、今回のこの一年、この数年のですね、 この考えはやっぱり、すべてその文脈で物事を解釈してしまうので、やっぱりそういう情報が上がったとしても、実はプーチン大統領がですね3月の19日、大統領選終わった直後ですよね、フェイスベイの幹部会議でですね、フェイスベイて言っ要するにロシア版あのスパイ組織ですね,そうですねロシア版の FBI ですよね、国内治安組織ですよね、はい。 で幹部会で,です、ね、あの発言をしていって実は西側の,大使館あの政府組織がテロが起こるというです、ね、その警告を発していると、ええ、あその前にウクライナが最近そのテロのタクティクスに移行してきているとしかも西側のサポートを受けてあるいは直接的な西側のインストラクションを受けて、ええ、あの移行してきていると。さらに でそういう意味では、西側諸国が最近、そういうテロの警告を発していることは、ある意味、ロシアに対する挑発であり、ロシア社会を不安定化するための要するに行いなんだっていう風な発言をそこでしてるわけですよね、<ー>でそういう意味でだから、すべてがそういうなんですかね、文脈で、だ情報上がってたんだと思うんですよ、情報は上がってたけども、そういう文脈で解釈をされていたので、おそらくちゃんとした。 その警戒が行われなかった、あれ、緩んでしまったんじゃないかっていうのは私の考えですね、まあ、ロシアって過去に何度もイスラムテロ組織のターゲットにはなってますけれども、はい、日本の、まあ、私なんかの感覚もそうなんだけども、イスラム国って、 でアメリカとかってすごい嫌いだけど、うん、ロシアってそんなに嫌いじゃないんじゃないかとも思ったり、はい、一般にするんですけど、はいはい、でも今回、ロシアがそんなターゲットに、つまり、まあ、なんていうか、憎悪の対象になるっていうのは、どういう行動なんですかこれはですね、イスラム国、いわゆる IS ですよね、はいはい、IS はもともと、要するにイラクとシリアのです、ねえー、国境あたりにまず、 ポジションを確保したわけですね、2014年に。はいはい、で、その後に、実はロシアがシリアの内戦に軍事介入をして、ええ、それによって実は IS がそのポジションを失うんですよね。ほう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 。つまり、その IS は、まあ、その、イラクとですね、シリアの地域に あのまあ、あのね、頭の中に世界地図を描くとすると、まあ、いわゆるメソポタミア文明発祥の地であるところが大体、はいうん、イラクというところで、はい、チグリス川、ユーフラテス川、はい、それのイラクの西の北の方西の方ですね、すねすね西北の方ですね、だからトルコに近い、うん、で、そこがまあシリアとの,、まああの国境地帯でもあって、ここがイス,イスラム国のもともとの出発点で、シリアっていうのは、 まあいやその独裁政権が続いてるところで民主化運動が起きたんだけどここはまあ中途半端な形で潰されかけてる感じで同時に。 イスラム国も誕生して、ね、いわゆる三つどもえみたいなことに一時期なってた。ね、だから、アサド政権がですね、はい、要するに権力が相当弱って、その延長線上で実はイスラム国が、その空白をですねで、ロシアのプーチン政権は、その長期,、うん、長期独裁政権の、まあ、いわゆるアサド政権、だから、まあ、いや、 民主派とも対立するし、イスラム国とも対立するというポジションの位置関係です、ねはい、そうですね、ですからプーチン大統領、そして、まあ、ロシア、そしてイランがですね、はい、アサド政権を支えたわけですよね。えー、で、その延長線上で実はアサド政権は立ち直る。逆ににイスラム国は要するに 失うわけでつ、ね、まあアメリカも同時に叩くわけですから、スそうですね、イスラム国ってなんか、あのー、そのあたりでは消滅したような印象があるで、ね、そうですね。消滅してないんですか、一旦2019年にです、ね、あのバグダディってです、ね、当時の,、はい、あのトップですよね、えー、が亡くなって、ほぼあの地域でのイスラム国っていうのは影響力を失ったわけですけれども、シリア北部、あのイラク西部の、ねはい、北部、はいはい、ところが、その。 アフリカであるとかですね、ええ、いわゆる今のアフガニスタンであるとかですねそういうところのいわゆるだからブランチですよね支部が逆にイト、ええ、その後し始めるんですよね、ええ、で特にこのアフガニのブランチがいわゆる今回テロを行ったイスラム国のホラさんっていうですねあのグループでですからそういう意味では この IS の羊からすると、やはりロシアというのはです、ね、ええ、敵なんですよねうんどうなんですかその、アメリカ以上の敵なんですかね。アメリカと同じぐらい敵なんじゃないですか。だけど、アメリカよりもロシアの方がテロはやりやすいってことですかねそうで、おっしゃる通りで、まさにだから、ロシアがここ数年、ウクライナの問題にずっとこう、傾注してしまっている。 そのロシアから中央アジアのあの地域というのは、ロシアが最もこうイスラムのテロをその危険視して、注意をもう見張ってた地域だったんですね、ところが、ロシアの,ですねその目がウクライナ、西側にこう向く中で、しかもどんどん人が、労働者がロシアから抜けていくと、でそこを埋めていったのが、中央アジアの移民だったんですよね。ええはい そういう意味でだから中アジアからどん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 そのロシアにですね移民が入っていく、ロ中アの移民というの皆さんっていうのは多くがイスラム教徒イスラム教徒でしかもだからアフガニスタンに接しているのが中アジア諸国なんですね。はい、ですから今回の実行犯と言われる4人はタジキスタン国籍を持っている、ですからこのイスラム国ホラーさんの主要なメンバー ははやはりタジキスタンの人であったりとかウズベキスタンの人であったりとかですねということでやはり、その今,今回やはりイスラム国のやっぱりこう実行犯はそこにやっぱりトレースされるということだと思うんですねさあ、今後プーチン政権はどうなっていくのか対ウクライナ戦争はどうなっていくのかこのあたりを教えてくださいそうですね、まあ、このプーチン大統領としてはですね、まあ、今回のテロ イスラム国ではあるけどもそれを注文した要するに注文者がいるんだとこのテロと、はい、でそれはおそらく明確な証拠は示してないんですけども、ええ、それはウクライナであり西側である可能性を明確にこの間の,その幹部会のです、ね、会議で政府のです、ね、関係者の会議でもう示唆をしそれをクレムリンのです、ね、ウェブサイトで。 公開をしてますので、えーはい、そういう意味ではままずですねまずこの問題を国内のおいわゆるダメージコントロールですよね、えー、に使うってことですよねまずは その明らかに今回、プーチン大統領って失策だったわけですよねそれはそうですね、これあの、意図的にやったもんでないとするならば、ミスミステロを許した形でそういう意味では、はい、そのイスラム国にやられるよりも、ええ、アメリカにやられたって方がダメージは小さいですよね。あ<ー> <laughs> より強い、より強大な、すべ <laughs> てこのウクライナをめぐる戦いの文脈で、国民に説明すれば、ある程度、このダメージコントロールできる。<ー>そう考えるとやはり このウクライナの問題というのはです、ね、プーチン大統領としてはやはり引けないし、うん、引き続きウクライナの問題この戦争がプーチン政権のです、ね、主要なアジェンダであり続けるってことだとだ思いますねさっきのモスクワの雰囲気を伺うとちょっとやつ外でやっぱりちょっとロシアはウクライナから手引きそうにない感じですね。これそうですねあの国民は今のところ プーチン政権を支持をしているのは、やは彼らに直接、生活に影響がロシアの人って、いや、私もね、最近、東南アジア行って、結構ロシア人の観光客多いんで、なんだ、みんな出てきて遊びに来てんじゃんっていう、そういうのありますよね、うん、そうですね、まあ、ですから制裁を課せられてると思いがちなんですけど、全世界から、えー、その制裁をかけてるのは西側だけっていうですね、まあ、西側先進国っていう、数でいうとそんなに多くないということです,かそうですよね。 そうだとするとロシアのまだまだです、ね、その生き延びる そのスペースというのはですね,ね世界的にもあるってことです畔蒜、ね、さん、またあれですか、近々ロシアにいらっしゃる予定は今のところないですけど、まあ、でも今年もまた何回か行くと思いますね、そうですか、はい、えちょっと一変ね、久しぶりに行ってみたいと思うんですけど、ビザ、そう簡単に我々わビ,ビザ取れますよ、簡単に。あそうです今、電子ビザになってるので、あそうですか観光であれば全然簡単に取れますよ、<ー>4日ぐらいで取れますよ。

岩財団のアビル大輔さんに伺いました3月26日火曜日時刻は午後5時を回っていますこんにちは辛坊治郎ですこんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言った5時を過ぎましたのでズームをミュージックリクエスト、はい、皆さんありがとうございます、はい、ご紹介してまいります今日のお題は 今日の晩御飯は餃子にしようと思った時に聞きたい曲です辛坊さんはね今夜餃子を食べるということです、はい、決めました群馬県大田市50歳の春田春夫さんラジオネームですがリクエスト曲はゴーウエストドリフターズ餃子といえばニンニクが入っていますねということで

餃子を食べすぎると、明日、増山さんにすごい匂いで迷惑をかけてしまいますよ。なので、ニンニク、ニラは、さりげないくらい、少量の、えー、餃子を作ってください。リクエストは、近藤正彦さん、<laughs> ニンニラニンニさりげなく <laughs>。ニンニラニンニさりげなく <laughs>。惜しいなあこの間かけたところだからなあらこの間かけ,<ー>かけてなきゃ。 にんに,らにんにさりげなくなのにだ。としか,か,、ね、かったんですが、えー、兵庫県神戸市の神戸の風磨さん67歳男性はああ「今日の神戸は時折土砂降りの雨の中で靴の中までずぶぬれになりながら歩きました」らまあ、東京も偉い雨ですけど、ね、そうですすそうね時折強く降ったりしてますがさて「餃子を食べたい時」の歌ですが「餃子といえばこの曲しか思い浮かびませんでした」し。それは村田秀夫さんの 王将まあ関西方面はそうかもしれないですね理由はね言わなくてもわかると思いますがす、ね、昭和三年生まれの亡き父が、まあ、埼玉県だと餃子の満州とかいろいろありますけどね、まあ、たくさんありますがね、はいえー、亡き父がお酒が入るとよく歌っていた曲だそうですありがとうございます大分県の常さん五十六歳男性は餃子といえば宇都宮まあまあ ということで宇都宮隆さんがボーカルの TM ネットワークのゲットワイルドをリクエストしますいろいろ皆さん考えてくださいますね<う>ありがとうございます千葉県木更津市のシソマママッピーさん63歳,歳の女性はですねへーへー餃子の恋の物語をそんな曲ねえし <laughs> 聞いたことねえわ餃子ではなく銀座の恋の物語ですね <laughs> そしてラジオネームユーズさんは 鈴木亜美さんの BeTogether をリクエストします。BeTogether <で>。b e t o g そしてラジオネームパパはパパンダ青森県の47歳男性です。はい、リクエスト曲はアニメドラえもんのオープニングテーマでお願いします。どうしてこれはね、餃子は中のあんが命ですよね。あんあんあん、とっても大好き。 餃子いもん <laughs> 餃子いもん出すんですよああなるほどそうです <laughs> 頑張りましたねぜひね。はいそして六十四歳の横浜市にお住まいのパンチラ夢工房さん民社の包み込むようにをよろしくお願いします具材は何であれ餃子の皮で包んでしまえば美味しくいただけます綺麗に決めていただきましたね本当にありがとうございます、はい、本日の ズームオンミュージックリクエスト村田秀夫王将 <laughs>、ねはい、ではエンディングでお届けいたしますのでお待ちになってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますお好きな時に送ってくださいメールは ZOMZOOM アットマーク 1242.com X はハッシュタグ辛坊二郎ズームでお願いします 日報放送辛房次郎ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらです。金与正氏が首脳会談に対し拉致問題の情報を迫る。北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏は岸田総理大臣ができるだけ早い時期に金総書記と会談したいという意向を伝えてきたとする談話を発表しました。 拉致問題について解決済みだとする立場を改めて示した上で岸田総理大臣の政治的決断を求めていて日本側に情報を迫るる狙いがあるとみられますここへ来てね微妙に北朝鮮サイドからの日本に対するアプローチが聞こえてくるのと、はい、同時に岸田政権側も北朝鮮に対するアプローチを 水面下でやってるという情報もあちこちから、これもう意図的なリークも含めてなんだと思いますけれどね、うん、聞こえてくるようになりました。はい、で、やっぱ直近で結構注目したのは2月のちょうど真ん中辺から2月の15日ぐらいにですね、うん、やっぱりキム・ヨジョンが出てきて、えー、キム、まあ・ジョン・イルと、えー、岸田で、最近ですね、北朝鮮は、 日本の総理大臣について、カッカってい言い方をするわけですよ。カッカっていうのは、今までそんな言い方を日本の総理大臣に対してしてこなかったんだけど、カッカっていう言い方を含めて、で金正今、ウか。キム・ジョンウンと岸田さんの会談を、場合によったらやってもいいみたいな話を、公式に、うんあの、キム・ヨジョンが、 発言したのが2月の半ばだと、私の記憶で言うと2月の15日ぐらいかな。で、おそらく日本側としても、岸田さん、ここのところ何やっても支持率一方的に下がるばっかりで、なんかやっぱり選挙前に、でもうあの、自分の政権の面がどこで尽きるかというと、このまんま選挙できずに自利品でいくと間違いなく9月の総裁選で、自民党、私が自民党の あの、うぞうむぞうの国会議員ならですね、えー、とにかく、今のまんまじゃ、とにかく選挙なんかできるわけねえじゃねえかと、とりあえず、はい、えー、看板を変えて、うん、内閣支持率と自民党支持率をガンと盛り返してから、選挙してほしいなと。うん、で、まあ、間違いなく年末までに、あの、衆議院は4年の任期ですから、えー、任期は切れるわけで、はい、任期切れるまでに、選挙は必ずあると。 任期満了の選挙というのがないわけじゃないけれども、まあ、選任期満了の選挙というと、かなり追い込まれての選挙になりますから、その前に解散を打って選挙ということになると、うん、岸田さんでは戦えないからっていう圧力がものすごく高まりますよね。うん、で、現実、現状における岸田さんの支持率、自民党の支持率、これはあの、世論調査によってバラバラですが、両方足して50%切る、はい、世論調査も結構目立ってきている状況の中で、うんうんうん よほどの度胸がないと岸田さん選挙には打って出らんないと。うん、まあ、あの、となると1年以内に衆議院選挙があるのは丸分かりっていうか、まあ、絶対必ずあるわけだから、はい、そうするとそれまでに支持率を上げる何か起爆剤はないかと考えたときに、うん、やっぱり拉致問題っていうのが一つ、大きくあるのであります。うんはい、ところがですね、日本側は当然のことながら拉致問題というと、 えー、もう拉致されてて、北朝鮮に残ってる人が相当数いるだろうと。でこれはやっぱり今から20年前にあの小泉政権の時に、劇的に5人は取り戻しました。うん、だけどまあ、北朝鮮の体質を考えても、カードを全部失うということは北朝鮮はしないだろうと。うんうん、常識的に考えて、まあいろんな状況証拠も含めて、 えー、5人あの時に日本に返したけれども、えー、それで終わりなはずがないと。他にもたくさんいらっしゃると。はい、もちろん、まあ、あの、横田めぐみさんはもうあの、えー、娘さんとかお孫さんみたいなものは、すでに北朝鮮が出してきてるわけで。ねはい、で、拉致したのは間違いないわけだから、ねえー。横田めぐみさんをはじめ、相当数の拉致被害者の皆さんが北朝鮮にいるであろうということは、うん、ま、これはも間違いない。うん、事実として存在すると。 でええー、まああの例、ー、のあの5人が帰ってきてからもうかれこれ20年ですから20年という歳月は私にとってもそうだし増山さんここで引き合いたことないですど20年たつと20歳年を取るわけで一刻も早く、うん、あの日本の土を踏んでほしいなというタイム、はい、時間切れみたいなものを当然みんな意識しだす。はい タイミングですよね、うんで。それはね、実は北朝鮮にとっても実は同じで、うん、日本とは全然違う意味で、うん、北朝鮮は拉致の被害者の皆さんを自分たちが拉致したにもかかわらず、いわゆる対日交渉のカードだとこう思ってるわけですよ。うん、ね 生きて国内にいてこそカードになるわけでいなくなったらカードとして使えなくなるわけですよ。だから北朝鮮にとってもその拉致被害者の皆様が生きてる間にその皆さんを返すということを交渉カードに使えるタイムリミットというのが当然日本にとっての 意味と北朝鮮にとっての意味は全然違うんだけれども少なくとも共通してるのは生きてらっしゃる方を日本に返すということが日本にとっての大きな目標であると同時に北朝鮮にとっては使えるカードなわけでまあいやどっかのタイミングでこのカードを切ると最近のキム・ヨジョン北朝鮮から発せられるいろいろなニュアンスをこう勘案すると 岸田政権が水面下で動いてるのは間違いないわけで,、うん、で岸改正の起爆剤として、まあ、もちろんあの当然、全員あのいらっしゃる方は全員なんだけどぶっちゃけ言うと何が全員かわからないとなるともう1人でも2人でも3人でもっていう思いを持ちますよね。当然、うん、で岸田政権にとってもおそらく、うん えー、何人返すか分かんないけど、うん、少なくとも1人でも2人でも3人でもっていう思いは、うん、まあ,あの共通してあるわけです、うん、北朝鮮にとっても、はい、カードとして使いたいという腹もあるわけで、えー、だそういう意味では、えー、日本側の思惑と北朝鮮側の思惑が水面下で一致し始めてるのかな、ね、ということも含めて、えー、岸田政権が近々この問題で動く可能性は、えーえー それなりに高いだろうとは思います。が、がよ、がよ。私はだからまあ、あのー、戻ってくるということを、とにかく何より大切にしてほしいし、うんうん、第一義的に、まあ、それ以外、それ以上のものは、うん、ないんだけれども、ただ、あまり、なんかこう、それが前面に立って焦ると、 えー、日本の国益を害すような交渉をしてほしくないなという思いも当然あるわけですよ。というのがですね北朝鮮って今ある意味追い込まれてるところがあってどう追い込まれてるかというと、はいえー、韓国の政権は今の政権の前というのは北朝鮮に非常に融和的な政権が続きました。トランプ大統領の時に 例の、うんうん、あの、38度線のところで会談というような劇的な演出をして、はいはい、アメリカとも、韓国との関係もぐっと近づいた時があったんですが、この時に実は日本との関係が一番良くなかったんですよ。はいはい、北朝鮮の体質からして、日本と韓国とアメリカを全部同時に敵に回したくないという思いがあるんですね。で、最近対北朝鮮ということで言うと、北朝鮮はやっぱりロシアに極めて接近をし始めてて、はいはい で、日本とアメリカ、韓国、まあ、韓国も政権が変わって、えー、どちらかというと、えー、北朝鮮よりではなくて、やっぱりアメリカ、うん、日本と価値観を同じくする国の一角としてな、えー、この日本と韓国とアメリカの鎖みたいなものが非常にしっかりし、し始めてるという状況の中で、えー、北朝鮮としては、一番弱い輪を、 狙いにかかると,そううと今現状を見たときにその3つの輪の中で一番この鎖の中で一番弱い輪は何かというと日本だというふうに多分見えてるんだと岸田政権だと思う多分見えてるはずでそのあたりの弱いところを突いて何か交渉カードを切ろうとしているんじゃないかというニュアンスもあるんで。 だからあの目目的的ははっきりしてます目的だから拉致被害者の皆さんを取り戻すという目的はしっかり実現目指してもらいたいんだけれども、はい、ただ、安易な妥協で北朝鮮の術中にはまるというのはちょっとやっぱり避けなくっちゃいけない、うん、その辺りもうしっかり警戒しながらの交渉をしてほしいなと思います。 ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは、神戸の風魔さん、まささん、カッツさん、島根せ聖華さん、ママシャンさん、サッチーさん、ドレミさん、バンビちゃんさん、トーカツ孔明さん、ガハハ太郎さん、エビロボタンさん、達也さん、リタホペさん、ラーメンジージさん、まことさん、15人の皆様からのリクエスト。<laughs> <laughs> 村田秀夫、王将。はい。ありがとうございます。たくさんいただいてましたね、王将にね。もう、しょうがねえな。 作るのやめた食べに行こう <laughs> <将に> <laughs> ね、はい。あのでもいずれにしても餃子なんですねえもう今日はどうやったって餃子です美味しく召し上がってください諸子貫徹さあこの後の日本放送は伊集院光の種をお送りしますパートナーはお笑い芸人のお天気ののりさんですテーマは 自分の部活って変ですかということですで明日の朝6時からの飯田工事の OK 工事イアップ明日のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さんですボアをアジアフォーラム年次総会開催へそして次期戦闘機の第三国への輸出解禁政府が決定というニュースなどを取り上げます この番組は、大谷選手のニュースで注目されているロサンゼルスで取材中の。航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんとズームしていきます。<ん>はい、ということはなんですか、<ん>ロサンゼルスからのご出演ですか。そうですよ。あら、まあ。<laughs> いいな、でも、今それどこじゃないですかね。うん、そうだから、なんか、ほら、大騒ぎになってますよ、ね。どんな雰囲気なのかって、もちょっと聞けている、ね。そうですね、今日ニュースのコーナーで、この解説を、はい。 すする時間がなかったでまあもう焦点はね、うん、もう記者会見を開いた方のドジャース側も本人もみんな分かってると思いますけども、はい、どうやって送金したんだっていう,そ,もうその一点ですね焦点、はいねえー、はそこに絞られてきてる感じがいたします。うん、ここままではしんぼうじろうとた明日